血はつながっている。年に一度だけどずっと出会いの数だけハガキも増えて、気づいたら今年もまた年賀状の季節です。今年は楽しよう。郵便局の年賀状印刷まるっと任せて。郵便局の年賀状印刷、早めがお得な、まるっと楽しよう。お早めにどうぞ。あの人もきっと待っている、あなたからの一枚を。ありがとう。そういえば次は蛇年だけか、こんなにもつながってる。いいよ。年に一度の年賀状でお世話になりました。年賀状っていいね。何気ない一言が年賀状っていいよね。胸に響くんだ。年賀状の季節です。年に一度だけどずっと出会いの数だけはがきも増えて、気づいたら今年もまた年賀状の季節です。今年は楽しよう。はい、中川さん入られます。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。中川太一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。年賀状の季節です。今年は楽しよう。出会いの数だけはがきも増えて、気づいたら今年もまた年賀状の季節です。はい、カット、カット。早めがお得な、まるっと楽しよう。はい、カット。今年は楽しよう、まるっと任せて。早めがお得な、まるっと楽しよう。あなたからの一枚を。そういえば次は蛇年だっけか、こんなにもつながってる。年に一度の年賀状で胸に響くんだ。お元気ですか。何気ない一言が胸に響くんだ。お元気ですか。はい、よーい、スタート。こんなにもつながってる。年に一度の年賀状でお世話になりました。ありがとう。わかりました。はい、よーい、スタート。よーい、スタート。はい、年賀状お届けに参りました。 ありがとうございます。取れ高バッチリですか。すみません、失礼されました。お、はい、ありがとうございます。年賀状の歌、中川大志さん、オラフです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほどのコスクマをもらっていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。コスクマ。あ、コスクマちゃん。ポジとコスクマ。ありがとうございます。ちっちゃいバージョンも。ありがとうございます。すみません。またイベントもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、楽しかったですね。まあ、今回は
街中でのちょっと大掛かりな撮影だったんですけども、はい、たくさんのねエキストラの方にも協力していただいて、ちょっと名作の予感がしています。ギターを演奏しながら、歌を歌うというかなりハードルの高い撮影ではあったんですけども、実は僕自身小学生の頃からギターをちょろっと趣味で、本当趣味なんですけど練習したりもしていたので、このような形でなんかこういった、はい、CM に生きてよかったなと思ってます。結構練習しましたね。でも本当に今回の歌わせていただいた曲がキャッチーで、多分これ CM 見ていただいた方もう耳から離れないんじゃないかなと思いますね。実際に多分撮影遭遇した街中のね歩いてる方も、はい、もう何人か口ずさんでいたという情報はもうこちらに入ってますので、いけるなと、いい曲が生まれたなっていう、はい、感じです。昨年から引き続きかなり何て言うんですかね、目まぐるしい、時間の流れではあったんですけども、何というかなかなかねこう作品が続いているとこう役のことばっかり考えているので、こう立ち止まっていろいろとね、なんていうんですかね、こう今の現在、自分の現在地みたいなのを改めて見返すっていうことがなかなかできないんですけども、はい、ちょっといろいろと自分の好きなことをやらせていただいたりだとか、はい、自分の時間も大切にできた1年だったかなと思います。はい、そうですね、今年はお仕事の合間を縫って、プライベートで何カ国かちょっと海外に行かせていただいたりとか、やっぱり海外に行くと日本の当たり前がまたね全然違う環境に行くので、すごく発見もありますし、メンタル的にもこう鍛えられるというか、はい、すごく成長できたのかなっていうふうに思います。やっぱり家族であったり友人の存在っていうのは大きいかなと思いますね。僕の仕事って本当にいろんな方に出会って別れて、すごく環境としてはなんというか目まぐるしい瞬間もあって、そんな中でふとやっぱり家族だったりとか気心知れた友人にまた会えると、なんかこう自分に帰ってこれるというか、はい、ほっとできる、安心できる場所っていうのがすごく大切な場所だなと思うので、そういうね家族だったり友人だったりっていうのはしょっちゅう連絡取ってなくても、やっぱりこうどこか頭の片隅にあって気にかけてるから、なんかこうつながってる、頻繁に連絡を取らなくても会わなくても、なんかこうどこか存在を意識してるような、つながってるような感覚はあるのかなと思いますね。そうですね、もう決まって大体家族と過ごすっていうのがもうほとんどですかね、家で。なので実家に帰って、ゆっくりテレビを見ながら食べて飲んで、年末年始っていいですね、そんなばっかりですね。今年もまだ特に決めてはないですけど、はい、おそらく、のんびり家族と過ごすのかなと思いますね。
はい、ズバリじゃじゃん、継続という言葉を選ばせていただきました。そうですね、でも2024年はですね、まあ新しくこうチャレンジさせていただいたことだったり始めた習慣だったりもありまして、でもやっぱりこうそれがね2年目以降になってきた時に継続するのって本当難しいなって、僕も結構ね何でも手出したいタイプなんで、いろいろと やり始めてみるんですけど、なかなか長続きしなかったりすることも、まあ、要所要所であるので、しっかりと継続は力なりということを目標に継続ということを書きました。 CM をご覧の皆さん、こんにちは。この度日本郵便さんの2025年用年賀状のテレビ CM に出演させていただきました、中川大志です。今回の CM では年に一度だけどずっとつながっているというメッセージを歌に乗せて届ける内容になっています。年賀状は年に1回ですが、つながりはずっと続くものになると思いますので、ぜひ大切な人に送ってみてください。中川大志でした。